なも坂口へようこそ。清流のしずくの話は聞いているよ。私が出すミッションをクリアすれば坂口町の魅力が伝わるはずだ。この道からはいろいろな風景を見ることができるんだ。ミナモが気に入った風景をカメラに収めよう。いい写真だね。この辺りはヨーロッパのライン川に景観が似ていることから日本ラインと呼ばれているんだよ。今ミナモが歩いている道も日本ラインロマンチック街道と言うんだよ。ミナモが撮った木曽川の奇岩群やサルバミ城などのいろいろなスポットも見られるんだ。坂荻町役場 G メン野村博樹です。今回坂荻町がおすすめする観光スポットは猿間美城展望台です。この展望台は1997年12月坂荻誕生100周年を記念して山頂に建てられました。また展望台は城跡ということでお城をイメージして作られております。標高は265メートルで、展望台からは中央アルプス、御嶽山、白山、伊勢湾、名古屋のツインタワーなどを望むことができます。特に木曽川の日本ラインは圧巻です。坂荻町西南部に位置する勝山地区に登山口があり、そこから展望台まで登山道整備がされております。展望台までは約30分で行くことができます。アクセス方法としましては、電車で JR 高山線坂荻駅より西へ徒歩約20分となります。また、登山口付近に約10台分の駐車場がありますので、車でもお越しできます。国道21号より案内看板が表示されておりますので、こちらからアクセスください。これからのシーズンは紅葉も楽しめますので、展望台から見下ろす景色は最高です。ぜひ皆様登ってみてください。